ことはない言われてるの本当に面白かったしてだから普通なんかさ成功してない人ってさあれじゃん、なんか環境に影響できなかったとかあるやん。キリガに関してはマジでたまボールとしてあれはなんで通用しなかったかわかんないんだよ。本当に全然無双したの20勝6回とかじゃないかな。本当は俺球が合わなかったね。でメジャーリーガー全員からあんなメジャーの球じゃないって。いやまっすぐもう150キロとかは出なかったね。140後半でチェンジアップがとにかく似てる。みんななんかもう本当にこういう感じで空振ってる。体前に行っちゃう、そうそうそう、うん、本当に抜けてんだろうなっていう。だからなんあんなにって思ったもんね。そんなにダメなのって思ったもん。スローボールっていうのさ、あれもなんかルーティーンってなんかあるんだよ。練習のあれ練習の人さすがにあんな投げ合いが試合で使うかもしれないけどそんな使われるじゃない。この人のこんなとか相手が最悪やで間に体の動きを確認する知らない行き場ない、うん、